福王百話は、福沢諭吉の著書の一つ。一つ一つ独立した百話からなるエッセイ集である。続編に、福王百余話がある。これも独立した十九話からなる。福王百話は、新聞、時事新報が見に、1896年2月25日に、助言が掲載され、同年3月1日から連載を開始し、1897年7月4日まで、掲載された。 さらに、同年7月20日に、時事新報社から単行本が発行された。福岡104話は、新聞、時事新報が見に、1897年9月1日から12月26日まで、第1話から第13話が掲載され、1898年1月1日に、第14話が掲載され、1900年1月1日から2月11日に、 第15話から第19話が掲載された。さらに、1901年4月25日に、時事新報社から単行本が発行された。また、1902年6月25日には、2冊を合わせた、福王百話、福王百余話が発行された。さらに、1909年10月22日には、ポケット版の、ポケット福王百話府、福王百4話が発行された。 以下、近代デジタルライブラリーの複合100話から原文の引用を含む、第1話の宇宙において、次のように宇宙観を述べている。この地球は太陽に属する一小度回たるに過ぎずまた、その太陽も恒星中の一粒にして天に輝く星は、つぼつぶみな太陽ならざるはなし、その数は無数にして、とより経緯からず彼の銀河の白木はすなわち、 恒星の重り、手、白く見ゆるものにして、並木の松の生日並びたるを遠く眺めてただ黒々と、見ゆるがごとし、そして、星々の数は、何千一万億の限りもないもので、遠きものは、その星より光を放て光線の地球に達するまでに、何百一万年を費やすべしというゆえに、恒星の中にてすでに百万年前に、本体を失う手凶ただその光線のみ我々の目に、 えずるものもあらんと述べる。そして、この宇宙に、広大な銀河から微生物に至るまで、同じ法則が成り立っていることこそ不可思議であって、シギス、カラザルを思いにし想像すればただます。人知の薄弱なるを、怒り明らするのみと結んでいる。第七話の、人間の安心において、次のように人生観を述べている。宇宙の間に、 我が地球の存在するは大会に浮かべる消しの一粒と、言うもなかなか愚かなりそして、人間は消し粒のような地球上で生まれ、死んでいく存在に過ぎない。さらに、左れば、宇宙無なの考えをもって一人自ら感ずれば、実月も、こなり、地球も、かすかなり今して、人間のごとき、無知無力見る影もなき宇治虫同様の小動物にして、石化電光の瞬間偶然この世に、 呼吸眠食式の愛、楽の一夢中たちまち消えて後泣きのみである。しかしながら、すでに世界に生まれ出たる上は、うじむしながらも、相応の覚悟なきを得ずと述べる。それでは、その覚悟とは何かというと、人生本来にと知りながら、この一条の義を義とせずしてあたかもん面くに、勤め貧苦を去って、不楽に志し同類の邪魔せずして、自らや楽を求め五十七十の、 ことぶきのちも長きものと思うて不母にことえ夫婦、愛したしみ子孫の刑を、試しまた、古外の公益を図り生涯一転の、過失なからんことに、心かかるこそ、うじむちの本分なれとする。この覚悟を持ってこそ、よろずものの例として、人間の一人誇るところのものなりということになる。第十三話の、事物を軽く見て、初めて活発なるえべしにおいて、次のように諸生観を述べている。 人間の心がけはと書く浮世を軽く見て熱心に過ぎざるにあり書く申せば、天下の人心を霊端に導き万人に力を尽、つものなかるべきやに思わるれども決して叱らず、浮世を軽く見るは心の本体なり、軽く見る、その浮世を渡るに、活発なるは心の働けなり内心の底に、これを軽く見るがゆえによく決断して、 よく活発なる大エべし切るは取るの方なりという学者のよろしく考うべきところのものなりそして、例えば囲碁や将棋の勝負においても、ぜひとも勝とうとする者は帰って負けると述べて、浮きを切るはすなわち、浮きを活発にわたるの根本なりと知るべしと締めくくる。福王百話の特徴は、裁判人の宇宙観、人生観、諸生観、宗教観などを率直に語っているところにある。 助言によると、自宅に客を呼んで話した話題を書き溜めて、合計100話になったので、この機会に発表することになったのである。ありがとうございます。